ゲームを始めました。空をワクワクですよ。あんた、もしかしてビリケンさんか？誰や、あんちゃん。俺は真島五郎っちゅうもんや。あんたに頼めば留置場の西谷に会わせてくれるっちゅう話聞いての。俺はどうしても奴に会うて聞かなあかんことがあるん。おめえは西谷のなんや、ダチか？俺はダチあらへん、西谷の敵や。バリッバリの敵や。敵と名乗る奴をわざわざ引き合わせると思うか？ダチって嘘ついたとこであんた見破るやろ。西谷は用心深い奴や。嘘も見破れんデカを窓口にするはずがない。正直に言うたらあんたも一手間省けるやろうしな。潔んやな。せやけどそれだけでよし案内したろとはいかへんで。分かっとる。なんぼ渡せばええんや。いややな、今の時代みんな金で収めようとしよう。どないしたらいい？まじま言うたな。ちょっと一杯付き合うてくれるか？ああ、ちょうどええとこに。ほら船も来たしな。屋形船？お座敷遊びでもするんか？だって乗ったらいいんや。西谷に繋いでほしいんやろ。真島優太な。お前西谷のなんや？さっきも言うたやろ、敵やって。酔っ払っとんのか？敵にもいろいろあるやろ。いろいろ？ほんまに殺したいと思う敵もあれば、立場が違えばダチになれた敵もあるやろ。西谷とは会うたばかりや。あいつのことはよう知らん。あんたは奴を古くから知っとるんか？古いもなんもあいつがガキん頃から知っとるわ。ほう。西谷はどんなガキやったんや？万引きのうまい赤ちゃんでな。幼稚園に入る頃にはすりと置き引きも覚えとったの。小学生でカツアゲ、中学生で車嵐、そんなガキやったな。なんや、想像通りやな。その調子で言ったら高校の時には強盗でもやっとったんちゃうか？人を刺して殺したんが奴が高校の時やったな。えらい飛び級やな。せやけどデカのあんたがなんでそないな奴の窓口なんかしとるんや？なんや。おい、どないなっとるんや？遊びに付き合い言うたやろ。どこへ行くんや？三途の川底や。三途の川底？なんやここは。
何の目的か戦時中に掘られた空間をわしが改造したんや。あんたが？まあ金持ち連中そそのかして作らせたんやけどな。正式な名前はあらへんが、知ってる人間はここをサンズの川底て呼んどる。縁起でもない名前やな。そら縁起なんてあってたまるかいな。なんて言うてもここは罪人の処分場なんやからな。世の中には法で裁かれへん罪人が5万とおる。証拠が一個もなくて立件できんかった殺人鬼、政治の都合で公にできんテロリスト、世界中のそんな奴らをここに捕らえとる。なんで殴り合っとるん？この闘技場で1年間叩こうたら娑婆に戻したるっちゅうとる。ルールは一切無用や。卑怯な手使おうが、あえて殺そうが構わん。そしたら死に物狂いで戦うやろ。けど、どんな奴でも毎日戦わせてみ、まず1年はもたん。罪人同士で死刑を執行させようてるわけか。決す。罪の償いと世の平和のためや。ほな、この観客は何やねん。命がけた本物の殴り合いなんてなかなか見れるもんやない。どんなもんでも珍しいもんには大きな金が動くってもんや。何が罪の償いや。金もないか。めったなこと言うもんやあらへん。しがない刑事のささやかな副業や。で、俺をここに連れてきたんはなんでや。実はここんとこ罪人の顔ぶれが変わり映えせんでな、勝負がマンネリ化しとる。そうなりゃ賭博の上がりも寂しなる。いやお前さんが試合盛り上げてくれたら、手こ入れになるやろな。俺に出場せえ言うんだ。何も1年間戦い言うんやない。ほんの3人ぐらい勝ち抜いてくれたらええんや。そしたら留置場の西谷にも合わせたんで。あんたみたいなクソなデカ、めったにお目にかかれるもんちゃうな。せやけど、この胸クソの悪さをリングの上で晴らしてきたるわ。ええ返事や。そん代わり3人勝ち抜いたら必ず西谷に合わせるんやで。ああ約束してある。ほんなら、お前がリングに上がるよう手続きしてきたる。準備はええか？ああ、ええで。3人勝ち抜けばええんやったな。そう簡単に行くとええけどな。ま、安城頼んますせ。さあ、それでは次の対戦を発表いたしましょう。皆さんおなじみ、死体を跡形もなく食べて証拠を消した連続殺人鬼、ジンジャー・チャップマン。ジンジャー・チャップマン。対する挑戦者は、本日サンズの川底に落とされてきたばかりの新生、罪状は謎に包まれた赤眼の男、マ
始め、ゴール！Versus Goro Majima。 さあ、時間無制限、ルールなし。 Ready Fight。 赤眼の罪人、マジマゴローがデビュー戦でまさかの大勝利だ。これは次の試合にも期待がかかります。それでは早速参りましょう。次に登場するのはこの男、患者を自然死に見せかけ殺していった快楽殺人医、ドクターキリヒト。ドクターキリヒト。マジマゴロウ、果たして2連勝なるか。さあ、時間無制限、ルールなし。レディーファイト。
winner, Goro Majima! この強さは本物だ！マジマゴロ2連勝！まさかの展開に会場は興奮のるつぼと化しています。しかし謎のルーキーの快進撃も残念ながらここまでかもしれません。そう、次の試合ではついにあの男が登場です。リング上の撲殺数世界一、法では裁けない悪魔の拳、デッドバンチャー。デッドバンチャー。さあ、サンズの川を渡ることになるのは一体どちらだ。時間無制限、ルールなし、 It's showtime。
ゴーラマジマ。いい腕やな。こないに盛り上がったん久しぶりや。どうや、今度からちょいちょいリング温めてくれへんか。金は払うで。俺は高いで。いややな、お金の話ばっかり。そないなことより言われた通り参照したいんや。あんたの約束を守ってもらうと。分かっとる。ついてき。しかし、汚い川の底に穴いなもんがあるとはね。汚いもんがいろいろ隠してくれとんや。水底なんか見えへん方がいい。ああ、みんなが見てない現実を汚いもんが隠してくれとるんや。うん、昔この川に女子高生の死体が上がってな。かわいそうに。顔は見る影もないほど殴られて、体はナイフでめった刺しや。外車は片親でな、親父さんが男で一つで育てた大切な一人娘やった。せやけど必死の捜査も虚しく、犯人はなかなか捕まらん。むごい話やな。1年かかってようやく犯人を突き止めたが、親父さんは一層どん底に落ちた。なんで？犯人は未成年の不良やったんや。法で裁かれることなく少年院を出たガキは堂々と街を歩き寄る。事件なんて知らん顔でな。それを見た親父さんの気持ち、お前はわかるか？耐えられんの。ぶち殺したくなるやろな。せやな。で、そのガキはめった刺しにされて殺されたんや。じゃあ親父さんが？じゃあ殺したんは当時高校生やった西谷や。西谷が？西谷は物心ついた頃からたびたび親父さんの世話になっててな。知っとったやろな、親父さんが苦しんでんの。下道に生まれついた人間には下道にしかできん役割があんのや。誰に感謝されることもないが、王道を生きる人々を支えとる。高校生の西谷にそれを教えられた親父さんは、それから三途の川底を作り、今じゃ西谷の窓口になっとるっちゅう話や。ってことはあんたが？さあ行くで。そや、今から留置場に案内してあるけど、お前の方の準備はできとるんか？まだや。いきなり会えるとは思うてへんかったから準備できとらん。ほな、ここで待っといたるから準備が済んだら声かけてや。